はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビシです。では今回はステラリスガンダムモッドを続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、苦戦していた海賊艦隊をようやく撃破したので、今回はその続きになるんですが、まずはね、傷ついた艦隊の再建と第三艦隊が消滅しているので、この第三艦隊の再建ですね、傷ついた艦隊に関しては増強、第三艦隊に関してはもう完全なる新規に新設するという感じになると思います。ではまずは第一艦隊ですね。今こちらの第一艦隊は地球圏に戻っているので、もうこの地球圏に入っているこの艦隊からまずは、しっかり増強していきましょう。で、君主論の解読というのが来ています。ボウル、破壊帝国で使われていたボウル語、ボウル話、いやボウル語ですね。で、古代方言の一つで書かれているようだ。彼らにとっては明らかに歴史的に重要なもののようで、有益な洞察が含まれているかもしれない。これボウルに関して言うと、今後確実に敵対するんですよね。一番遠いところにいるんですが、戦争、名前の通り結構仕掛けてくるんで、どうしようかな。まあ、まずは解読して知らせる必要はないにしましょう。で、第2艦隊、第1艦隊のうち第4艦隊はすでに、増強済みで財布に入っていますというところと、あとはリンゴですね。リンゴ、リンゴが完全に不足してきているんで、リンゴをどうするかちょっとと考えていきましょう。地表でリンゴが作れそうなところでリンゴを作っていかなきゃいけないんですが、リンゴが作れそうなところ他にあるかな。リンゴ、リンゴ、リンゴが欲しいんだけどな。リンゴをバリバリ作っていかなきゃいけないんですが、だいぶ金を使っちゃってるけど、とにかく除去してお金が使えるところ、まあ、ここではね、お金を使ってリンゴを生産していくんですが、リンゴが作れるところを確保していきましょう。第二艦隊の修復が完了したか。そしたら第二艦隊もうちょっと増強したいよね。ホワイトベースもう一隻作りたいので我慢しましょう。今敵に攻められるとだいぶまずいことになりますけどね。で、ポップがいよいよ危ないので、さっさとポップを作りたいんだけど、まだまだ先は長いな。そうするとしょうがないね。一旦ポップを買いましょう。お金がないので。どっからポップを買うかだけど、まあ普通に考えたら店から買うしかないね。いや、一括で買いたいんだけどな。毎月というよりかは一括で処理したい。一括で処理したいよ。なんとか一括で処理するための手段を考えなきゃいけないけど、その間にどん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 食料が不足してきてるな。提督が特性獲得ですね。艦隊兵団の名人を取得。
研究完了したで。研究完了項目はプラズマスラスター、電気スラスターの発展系、亜光線での高い移動速度と高輝度を実現と。じゃあ次の新規でクアドロバジーナ隊に何を研究してもらうかだな。光学機関1型もしくは反物質核ミサイル、ジムアーマー、あとはジム系の装備品にするか。まあここは一旦ジムアーマー、あるいはその辺りを研究するぐらいだったら反物質ミサイル、これを研究しておきましょう。で、さっきから心配している、お、除去完了してるじゃないか。じゃあここで水耕栽培農場1型、これを作っていきましょう。ポップの確保、で、そろそろホワイトベースがいけるはず、いけるはずというか作れるはずということですね。なので造船所に入ってホワイトベース2番眼球、これを生産のラインに乗せましょう。提督、いや、かなり能力アップしてきてるね、提督も。ドレンですね、ドレン。でポップは、今マイナス1まで戻してきたのでなんとかなりそうですね。ポップが生産されてくればというところかな。そうすると除去をかけたところに関しては新しく何か別のものを作っていくということすら可能だな。いや、お金だいぶ使っちゃったけど、ただ除去をかけていったおかげで少なくても将来的に生産のラインはその効率を上げそうですね。で、艦隊が4個艦隊編成に戻せたら、その暁にはいよいよ我々も勢力拡大のための作戦をね、考えていきたいので、ちょっとどこと戦争を仕掛けていくのかっていうのも考えていきましょうか。隣接しているところで言うと3つ、まずは画面の右下にあるボスパチツク王朝連合、もしくはハンタク、そして統合クタクノル公国なんですけど、ちょっとまず上から見ていくと、ハンタクに関してはそれなりにいい関係を築いていますと。で、その下ボスパチツク王朝連合に関しては言うことマイナス30なんで、まあやるとしたらマイナス30のボスパチツクになるかなと思うんですよね。で、統合クタクノル公国もマイナス4なんですけど、まあまだマイナス4なんでね、この辺りはいいでしょうというところかな。なので、まあ、まずはボスパチツク王朝連合になるかな。そしたら次はどうする？できるだけね、金になるところで金になるものを作っていきたい、採掘していきたいというところなんで、それらをね、やっぱ優先していく必要があるんで、そうすると他この近辺だとオーレブかな。オーレブはまだまだというところだよね。で、クラウドライトニング、これ何かというと、彼らのコアの大半を構成する濃密なガスが生み出す電荷を利用、プラズマ弾を放出する。攻撃系のユニットですね。ユニットっていうか武器というか、艦艇に装備するものなのかな。じゃあこれも新しく研究入れていきましょう。
自我を持つコロニー戦。なんかちょっと危険な香りがするな。あとは常温の核融合炉、改良デフレクター、推測的ハイパーレーンの脱出か。これさ、ハイパーレーンが速くなると結局その星系間の移動が速くなるんで、敵艦隊との回線に迅速に味方艦隊を投入できるんで、これにしましょう。で、あとは造船所の方でサラミスカイを一隻、あとはこれペット、これを5、6隻増強しましょう。オーレブにあるこの5の鉱石は欲しいですね。取りに行きたいな。で、そうこうしてるうちにリンゴは生産プラスに乗りましたね。リンゴ買わなくて正解だったのかな。そういう意味ではなんとか持ち直してくれたという意味では。で、ここに何作るかなんだけど、エネルギーか鉱石かでいうとこなんですよね。鉱石だと頑張っても鉱山ネットワーク1型で2かだったら、まあちょっとお金もかかるし時間もかかるけど、螺旋フィード型パワーハブ、これでエネルギー通貨を大量に生産するというのもありだな。で、造船所の方ではコルペットを作れるだけ作っちゃおう。これで第2艦隊ももう完全に再建済みということになるんで、第2艦隊は、どうだろうな、最近あたりに派遣しましょう。艦艇が揃ったら。で、第一艦隊の増強に戻ります。そうするとあれだな、鉱山ネットワークも新しいレベルのものが研究できることになったら、その時点で研究入れていきたいですね。完全に石が足りなくなってきてるもんね。将来ちょっとお金がもったいない、いや効率がもったいないって言った方がいいのかな。ですけど、鉱山ネットワーク1型を立てていって、しばらくの間は鉱山を確保することに専念しましょう。待ってね、調査船これ、何もしかして、いやセイラさんが乗ってるよね、ちゃんと。
どういうこと？ちょっと確認したいな。調査船による整形調査が終わっていない。よし、整形調査完了したね。7取れるか、オレブ。いや、7は欲しいわ。純粋に7は欲しい。急いで向かわせて、ここに、前線基地、作っちゃいましょう。確保しよう。で、第2艦隊は完全に完成したので、最低だったら、デルコルだな。デルコルに移動。で、資源がマイナス？いや、お金がマイナスになったな。あとはどっかにそろそろ入植しておきたいよね。オーレブ2に入植開始する？ちょっと敵国というか国境に近いという不安点はあるんですけどね。あと金だな。金がない。金がなさすぎる。で、第一艦隊を地球圏に戻して、第一艦隊の今度は増強に戻りましょう。さて、お金と鉄とが足りなくなってきてるんで、これどう賄うかですね。手っ取り早く金を用意したいんで、今後の戦争に備えては第1、第3、第4艦隊をこの画面下にいるボスパチツク王朝連合に派遣したいんで、ここに派遣するための戦力を用意するのにお金と鉄が必要なんですが、それが全く足りてないんで、どうしようかな。まず金と鉄をうまく作り出す手段を考えないといけないですね。艦隊を増強したら艦隊の維持費に金がかかるのは目に見えてるんで、その分も見越した余裕のあるお金と資源繰りが必要なんですよね。そうか、今まで貿易してた分が終わったっていう話であれば、もう一回貿易しよう。で、どこと貿易するかというと、ハンタク。ハンタクとはね、今後、仲良くしていきましょう。琉球店の提案で、どうする？まず食料は、毎月、毎月10、14送るんで、代わりに金をもらおう。ハンタクとアラマシ教育連邦が宿敵宣言ね。ハンタク、なおのことハンタクはじゃあこの話に乗ってくれても良さそうだけど、あとは貿易協定、ちょっと待ってね、いろいろ忙しくなってきたので一個一個確認していきましょう。まずは稼働していないものがありますよという話で、これだな。貿易協定の正体をちょっと後で確認するとして先にやりましょう。人がいないか。強制移住させるのはちょっと心もとないな。いや、これはこのまま目をつぶろうしばらく。で、貿易協定はさっき確認したね。10年間。で、貿易協定、防御協定ですね。
ボスパチツク王朝連合は、反タク同盟軍と防衛協定を結んだか。反タクとボスパチツクが同盟結んだのか。となると、ボスパチツクに喧嘩を売るっていうのは微妙な情勢になったな。仲のいい反タクとも戦うことになるよね。アラマシとボスパチツク、反タクっていう意味で言うと、アラマシとボスパチツクが戦闘状態に入って、ボスパチツクとハンタクが防御協定を結んだという状態であれば、東国タクル公国に標的を変えるというのも手ですね。さあ、今かなりバランスは取れてきていると思うんで、本当に今ね、攻勢に出るにはチャンスなんだけど、東国タクノクル公国攻撃するときには古代の採掘ドローンが邪魔だな。これ第二艦隊で撃破する？ちょっとそれも考えておいた方がいいですね。第二艦隊で古代の採掘、ここを撃破してそこの資源を確保するというのも一つの手ですね。駆逐艦の建造速度プラス25か。あとはスウォームミサイル、スウォームミサイル、鉱物の最大保有量5000。これは今鉱物そんなにないんで、ただ鉱山ネットワークの2型がアンロックされるのか。これにしよう。鉱物資源が今喉から手が出るほど欲しいからな。ちょっと命令一旦中止する。まだ時間かかるもんね。だったらすでにここにいるこやつで立てちゃった方が早い。で、そうすると造船所でコロニー船作ろう。スペースポートタブ is where we view orbiting fleets and build。 でコロニー船でオーレブに入植しよう。でホワイトベースが作れるようになったら第一艦隊の増強に取り掛かります。で研究がそれなりにすぐに終わると思うので、そしたら公然なネットワークの2型をここに 1,2 と立てていきましょうか。実際にね、アラマシ教育連邦とボスパチツク王朝連合が戦争を始めているのかどうかというのも確認したいよな。
宿敵宣言をした後に実際に海戦に至っているのかどうかっていう確認をしたい。ただ艦隊の動きはわからないな、さすがに。そうか、リーグに進出するというのもありだな。リーグに進出してここでお金4を確保しよう。ここまではやっちゃいたいな、なんとかね。で、鉱物が2200、今1400に増えましたけど、これが2200になった時点でホワイトベース2番環球、これを新たに一隻第一艦隊に配備していきます。鉱物資源とお金、これはいくらあっても困らないし、ポップに関してはね、正直言って余らしちゃうともったいないんですけど、次の貿易協定これが結べる段階になったら、もうちょっとバランスの取れたポップのね輸出を決めていきましょうか。鉱山ネットワークの2型がいけるようになりましたね。そしたらどうする？船体1プラス500、これを入れていこう。で、並行してさっき見ていたここに鉱山ネットワークの2型を立てていきます。ちょっと待って、鉱山ネットワークの2型がアンロックされてないのはなんで？1型の後じゃないと2型にはアップグレードできないか、そういうことね。ってことはまず1を立てて2へのアップグレードだね、基本は。なので1が立ってるところは全部2へのアップグレードを急いでやっていきます。資源をね、こんなところで使うのはどうかというのもあるんだけどね。さて、伝統が取得可能か、どうする？攻撃系に行きたいよな。とりあえずアセンションパーク、これ無理か。ちょっと待ってね、どれにするかっていうのはちょっとじっくり考えたいな。時間を止めよう。拡張にすると、何があるのかというのは、植民か、支配は採用しちゃったしも悲しいかな。あとは敵対艦隊だな。あ、まだ採用してない。よし、まだできるな。どれを入れていくかだよね。
リーダーの寿命プラス20って超でかいじゃん。これにしよう。で、それはそれとして敵対艦隊だな。どこにいる？オドラモン。オドラモンか。オドラモンはな。しょうがない。艦隊を派遣しよすいません。一旦オドラモンで敵対艦隊を撃破しよう。まあ、といってもね、これ古代の採掘ドローンなんで、これを撃破しちゃいましょうというだけの話です。で、ちょっと時間止めてる、せっかくのタイミングなんで、残りの星系でも、鉱山ネットワークをアップグレードしていこう。惑星管理区が必要だって言われちゃう？そういうこと？となると、多分他も作れないな。発電所はこのままでいいので、鉱山ネットワーク2型へのアップグレードするには、惑星管理局が必要だという話。そうすると、他に鉱物資源を大量に生み出しそうなものはないんで、惑星管理局をアンロックしなきゃいけないですね。順番的には。じゃあちょっとオドラモンで最新の第二艦隊の戦いぶり確認しましょうか。ホワイトベースが2隻に、ちょっとやっぱコールベットみたいなね、そのステイシ的な艦艇がもうちょっとあってもいいかなって感じはしますね。オドラモンは完全にこちらの支配下に置いちゃいましょう。攻勢が始まるな。コルベットみたいな軽い艦艇がいないんで、一隻沈められるとズドーンと重く響くんですけど、沈められにくいという利点もあるはずなんですよね。よし、これでオドラモンは完全にこちらの支配下に置くことができそうだな。建設完了したで。建設完了したで。調査船はもう一隻はどこにいる？こうか。この調査船も一旦上に戻そう。はい、ではね、ちょっと艦艇の再編が進んでいるという状態なので、一旦ここまでにしてですね、次回は第一艦隊の増強を行っていきたいと思います。で、
まあ、3個艦隊編成で、その後にまた4個艦隊編成に戻していきましょうというところになると思います。どうする、これはどっちもマイナスマイナスか、見なかったことにしたいな。ワンワンアリードサイディスイズシック、まあしょうがないよな、これに関して言うと。まあちょっとねレストしてもらえますか、病気を治してもらうしかないんでね。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。